人はなぜ愛されることにこだわるのか。長い年月の中で、わらわはずっとそれについて考えていた。それはきっと、今を生きる自分のことを永遠に好きになれないから。そうわらわに教えてくれた人がいた。彼女がまだ彼女であった時。しかし今日になってもなお、わらわはその言葉の意味を理解できていない。故に、汝を見続けるしかなかった。彼女のために生まれた汝を。汝から、彼女が口にしなかった言葉を見つけるまでは。何せ、汝は昨日のわらわ。わらわは明日の汝じゃから。わらわは何の答えも持たぬ。汝にかけられる言葉もない。それでも、昨日の自分に何か言わねばならぬのなら、明日、汝は必ず、厚かましくも、生き続けるのじゃ。